配信ではちょっと11周年の方じゃなくて先に12周年のそう12周年特別記念公演の実況配信をしたいと思います。そうなので皆さんね2台持ちできる方もねぜひ12周年公演の方にしてみてください。じゃあちょっとつけようかな。早速もうつけちゃいます。はい、そう12周年公演です。動くかな、ちょっと待ってね。そうさっき動いたんだけどちょっと待って、動かない、ちょっと待って、なんでだろう、なんだって、だってそうやる、あ動いた動いた。そうちょっと MC とか最初のコメントは飛ばしたいと思います。そうあでも最初 MC は大丈夫かな、最初のコメントだけ今そう飛ばして本編というのかなから行きたいと思います。今ねあれだよ、今オーバーチュアー、そうちょっと12周年って書いとこう、オーバーチュアーです。あゆだから12だから入って2年目の2回目のん入って2回目のそう10あの周年公演です。そう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 、ぜひぜひ、始まるよ。1曲目何だったっけ、何から始まってたんだっけ、あ16期の抱きつこうかですね。かわいい。かわいいよ。抱きつこうか、いい曲だよね。そう。パーパパパーパパパー。合ってる？こっち？こうか。かわいい、ナーミンとズッキーとオリンちゃんが歌ってます。すごいみんなポニーテール系だ。ここは今はズンちゃん、クルル、マナカちゃんが歌ってるんです。そう歌ってるところ、ポニーテール率高かったんだね。ね高い。じゃもうここまで来てる方いるかな。今1曲目ですね、ちなみに1曲目、12周年公演の。たやちゃん、ああ、いずみ、はりまちゃん、だだだ、いだだ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 だ、こっちか、あとだだいて思ったらだだだだ、胸がキュンとしてきた、もしかしてあれだだだ。かわいいこのダンスね、かわいい。したいてのなだった、彼のことをし、ズッキー黄色似合うね、似合いません、見てる、もうここまでほんと来てる方がいるかがわからない。え、かわいい、ナギュ、ナギュが今映ってました。かわいい、この衣装着たことないかも、意外と。2番 !2 番歌ってる、初めて聞いたかもしれない、2番。こういうみんながリアルで踊ってるところ。そう、見るの初めてかも。かわいい。かおりちゃん。なんか、すっごい。かわいい、かわいいしかもう出てこない、ほんとにかわいい、かわいい、あっ、まなかちゃん、なんかもう個人的にズッキーとナーミンがポニーテールの印象が強すぎて、そう今でも、そう
でも何でも二人とも似合うから、そう、かわいい。あ、さとみな、ダダ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 、分かりみが深いってやった、かわいい。いや、もう実況配信っていつもなんかそう見入っちゃって喋らなくなっちゃうからちょっと頑張らないと喋りも。え、かわいいね。あ、落ちサビです、今。あ、かわいい。わあ、すごいかわいい。かわいいね。え、ちなね、12周年公演、そっか、もう3、ん？え、なんと何年前だ、3年前かな、3年4年2017かな、ってなっちゃう自分。2000、あ、違うか、2016か、合ってるよね、2016だよね、2016か、あ、合ってるよね、合ってる、あ、17もう一人で分からなくなってる。あら、ナーミンが喋ってる。 MC もそのまま行く、どうしよう、 MC もそのまま行こうかね、そのまま行こう。17か、いや、17年か。まなかちゃん、まなかちゃん自己紹介して、おりんちゃん、なーみー、あ、ズッキー、ずんちゃん、あやかちゃん、すごい、みんな名前が綺麗に揃ってる、声が、これ見てる方は分かると思う、あゆが言ってることがすごい、すごい、いやー、すごいな。かわいい、ズッキー、かわいい。なんかずんちゃん、この位置のツインテールのイメージ、ずんちゃんは、もう個人的に、個人的な本当意見だけど、そう、このなんて言うんだろう、ここら辺のツインテール、ここら辺でやってる、そう、ね、似合う、ここら辺のツインテールがここら辺っていう、いや、何分何秒だって、今は9、あ、もう今10分です、10分1秒2秒ですですです、でも10分ちょっとって感じ、10分10秒になりますはい、今まなかちゃんが喋ってますね、ちなみに。なんかみんな合ってません、そのメンバーに、色が、この衣装の合ってるよね、すごい似合う、なんかすごいね、やっぱすごい衣装さんってすごい見てくださってるんだなってすごい思いますね、こういうの見てると本当にそれぞれに似合ってる色、そう、
そう、もちろん反対の色でも多分ね、すごい似合うけど、これでなんかしっくりくるというか、そう、そうそうそう、かわいい、似合う、かわいい、形も似合う、みんなに似合ってる。ずんちゃんほんと喋りがね、やっぱそう関西の子だから上手すぎて羨ましい。ほんとこのぐらい上手に喋れるようになりたい。だからなんか関西にあゆ修行しに行きたいなってもうよく思います。ほんとに結構もうほんとにそう修行に行きたいって関西に関西に修行行きたいです。本当に本当になんか喋りが上手になる修行。あ、エイトさんが始まっちゃうそう行きたいエイトさんですね。続いてはさあ何を何かな、え、なんだっけなんだっけなんだっけ、うん、夢へのルート。あー、山田さん会いたい。山田さん、あー、つむつむさんも会いたいな、かわいい。あー、つむつむさん会いたい、会いたくなっちゃう。あー、山田さんもかわいい。七瀬さん、あー、七瀬さんとつむつむさんと山田さんが歌ってます。今かわいい、この衣装かわいい。なんかなんて言うんだろう、これなんどんな衣装って伝えたいんだ。でもかわいい、見てみてねみんな。イクミンさん、いやいや、あ、ゆいちゃん、え、ほんとかわいい、この衣装着てみたい。そう、エイトさんだから着る機会がねやっぱないからこそ着てみたいと思う。え、青木さん声思い出しちゃう。でだだでだってうなその斜面映画。頂上へのその途中で自分がなばめか。え、すごいね。そう、すごい踊ります。そう、踊りますっていうかなんて言ったらいいの。すごい。ねえ。そう、エイトさんだからやっぱりそうすごいね、体力がやっぱ必要だなって思う。エイトさんの曲やるたびに、そう、かわいいよ、かわいい、かわいいしか本当に出てこない、かわいい。あ、シシさん、いやー、あ、ひとみさん、ひとみさんも会いたいな。そう、ひとみさんとは、本田ひとみさんとは吉政さん公演のポジションが一緒で、よくね、そう一緒にこここうだっけみたいなやってました、ひとみさんと。そう、いやー、ちゃ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 、はいはいはい、ちゃ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 、じゃん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 、はい、じゃん、いや、あー、すごい、かわいい、ポンポン、あー、なるさんとゆいゆいさんのダブルセンター、かわいい、うん、ほんとかわいいしか出てこない、かわいくて。エイトも当時とメンバーが変わってて時の流れを感じる。たつ、うん、そうだよね、でも3年、そうだよね、これから3年経つからね。そうだよね、いや、この曲好き、あゆ好きで、ほんとね、
1年前ずっと聞いてた、そう移動中とか。ななみさん会いたい、あいじちゃん会いたいよ。あ、なさん、なさん、なさんすごい、なんかやっぱ3年ってすごいね。すごい、なさんの黒髪がかわいい、かわいい、ほんとほんとにかわいいしか言ってないね。かわいいの、なんか今そうだよね、茶だからすごい似合う。黒もかわいい、どっちもかわいい、ほんとに。あーすごい、あすごい、あすごい、あすごいすごいすごい、あすごい、ここここ、感想すごい。さんすごいな、あみゆさん、なんかほん、あ小田さん小田さん、なんかさ、さんのライブシンプルに行ってみたいっていう、絶対楽しいしすごそうだなって思うね。そう、絶対すごいと思う、楽しそう。なんかもう今の2曲でもすごい楽しい、すごいって思う、本当に。そう、いやーすごいな。あ、なおちゃん、なおちゃんがいるよ。こないだお誕生日だったなおちゃん、あこれのもうここすごい、あいほん、なんかな、最初すごい、なんかほんと申し訳ないんですけど、なんてこれ全部なんて言ってんだろうと思ってて、そう掛け声とか本当に何も知らなくて、そう何も知らないから、これなんて言ってるんだろうと思ってました。本当申し訳ないです、本当申し訳ないけど、そのな、そう全部全セリフなんて言ってるんだろうってすごい不思議だった。そうなんかエイトさんといえばね、これだよね、47の素敵な街ね。そう、あ47のふん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 。あーすごい、みんな出てきた、すごい、オールスター。調べたって、調べてないや調べてなくて、でもその47の素敵な街合いは結構そのリクアワとかでも聞くことがあるじゃないですか、だからそれで徐々になんとなく、そう、あこんな感じだねってなりました。だから今言ってくださいって言ってもわからないんですけど、そう全部は全部っていうことは、ほんと最初からわからないんですけど、でもなんとなく、なんて言うんですか、流れというかはわかりました、そう素直に言うっていう、そう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 、どういう感じのあれなんだろうね、難しそう、誰が考えたんだろう、初代の方ですかね、こういう、すごいな。いやあ、イクミンさん、あーカメラ目線ハマさん、みんな髪短くなったり長くなってたりとか、すごい、あーいっぱいいる、あその場の雰囲気で合わせたらいいって書いてるすごいすごーい、
笑顔のは、あーすごい。あ、でもこのアウトロの部分は覚えたよ、覚えたよっていうか、なんか本当にもう陸泡とかで、あ、でもここら辺わからないけど、あの、そう、最初の方のはちょっとわかった。そう、陸泡とかでそう聞くようになって、うん、そう。さあ MC かな、 MC ですね。 MC のメンバーはなるさんとなぎささんとゆいゆいさんといくみんさんとりんさんと山田さんですね。あ、山田さん、かわいい山田さん、似合う。え、そう、エイトさんもみんな似合ってる、みんな全員似合うんですねよね。そう、みんな衣装さんがその子に合う衣装をね、そう作ってくださったりとか選んでくださったりするから、そう、結果もみんな何でも似合っちゃうっていう。かわいい、なるさんお団子かわいい。あー、髪短い、なぎささん。かわいい、かわいい、ほんとかわいいしか言ってない。どうしよう。岡部さん、綺麗。綺麗すぎる。え、ほんとにかわいい。似合う、みんな。キャッチフレーズ。久しぶりに聞いたって。確かに、まあね、今はねこういうやっぱ聞く機会がやっぱりなくなってしまうからね。そう、アイも8人公演になってからはキャッチフレーズやってないので、公演でそうやってないから、そう、あの掛け声がいるやつだから、そうやってないので、そうですね、そう、みんな忘れないかがすごい不安です。みんな忘れないでね、覚えててね、ラビのキャッチフレーズていうか、みんなのキャッチフレーズ覚えててね、ぜひぜひ。はい、いや、いや、うん、うん、うん、あー、すごい、イクミンさん。そう、野蛮な求愛すごいよね。なんかほんと皆さんのレベルが高すぎるからこそ、ほんとにすごいかっこよいね。いやー、リンさん、うん、うん、ほんと黙っちゃう、聞き入っちゃう、見入っちゃう、どうしようどうしようっていう。今やってって来てる、愛のキャッチフレーズ、愛のキャッチフレーズは愛と一緒に夢に向かって歩んでくれますかで、ここでこの後に皆さんがはーいって言ってくださって、だゆがありがとうございます、チーム B の山部あゆです、ですですですってこれがキャッチフレーズです、あゆの。そう、そう、この範囲が、そうなんですよ、掛け声になってしまっているので、そうそう、皆さん今は声が劇場公演で出せないので、そう、うーん、じゃあやらない方向で行こうかなって決めて、そう、 やってないですね。そう、あ、ゆいゆいさんが喋っておられます。かわいい、かわいい、かわいい、本当にどうしよう。
可愛いです、本当に本当にって可愛い。いや、うん、すごーい。さあ続いての曲になるかな。次、おチーム4ですって。次はおう、さあ何の曲だったっけ、もう全然覚えてない。何だったっけ、あゆ。でもチーム B の曲は覚えてる、あゆ。そう覚えてる。もうちょいですね、チーム B もきっと。さあ何ですかね、チーム、あれだ、夢を死なせるわけにいかない。いやいや懐かしい。いやこれあゆチーム4に助っ人出演させていただくときに、ま、あそう、岡田彩香さんのポジションで出演させていただいていらっしゃっていらっしゃったんですよ。そうで、サビが真ん中なんですけど、そうこれちょっと裏話なんですけど、そうサビを真ん中で踊らせていただいていらっしゃりまして、ダイヤカさんがちょうど見に来てくださった時にどうでしたかって聞いたんですよ。そしたらあやかさんから真ん中で踊ってるイエーイみたいな感じがしたよって言われて、なんか恥ずかしいけど、でもよかったよって、でもそんなって言ってくださって嬉しかったそうそうそう嬉しい。でもほんとチーム4の皆さん優しくて、そうそうほんといつもリラックスして出演させていただいておりました、この公演。そういやー、ちょうど今これで言うとキアラさんがやってるところですね、あゆやってたの。はい、そうキアラさんがやってた場所をあゆがやってましたね。そうそう出てた時はエリーツインテールしてない、いやツインテールしてるよ、かわいい。まこさん、いやー、まこさん会いたい、会いたいな、まこさん。今日春ヒロインなんです、これ。はーい、まこさん会いたい。春ヒロインほんとにいっぱい来ちゃう、かわいい。そうかわいすぎる。いやー、あさほさんキャプテン、あまこさんのこの表情好き、笑ってるのも好きなんですけど今のも好き好きって、あさゆやさん、あゆりさん髪短い、いやー、あじゅりさん、ヨハさん、あポンさん、もう名前ばっか出てきちゃう。あーかわいい、さほさんがすごいかっこよくないですか、夢しなの。いつも思ってたんですあゆこれ、なんかいやかっこよいって、そういつも本当になんか眼差しがかっこよいんですよ、サホさんの夢しなの。いやまこさんかわいい、ななさんすっごい綺麗、なんか顔がもうなんかさお人形さんみたいなお顔してらっしゃる、ナナさん。いやー最後ナナさんお綺麗、あジュリーさん、あジュリーさん会いたいな、ジュリーさん会いたい。この曲前やってみたい、やったことないんですよね、やってみたい曲です。いやー
さん、ややさんも、まこさんも、いやー、ななさんとじゅりさん、え、ほんとこういう感じの曲好きなんですよね。こういう感じの曲も好きで、なんかさ、踊んなそうな曲なのにしっかりちゃんと踊るっていう、そう、あ、ゆいりさん、かわいい。あ、さっきさん、長い髪の毛、コミーさん。え、ほんとやってみたい、この曲やりたい。うわー、かわいい。でも難しそうだよね、ちょっと。そうっていう、難しそうだけど、ずっともうこれ聞いた時から聞いて、あ、歌ってみたいって思ってた、ずっと。そう、ね、渋谷さん、かわいい。あ、みよさん、エディー、いやー、かわいい。エリーが全然赤ちゃんすぎてかわいい。全然ね、お顔がかわいい。いやー、かわいい。なんかジュリさんのこの三つ編み、すごいジュリさんのイメージが強いんですよね、こういう三つ編みって。そう、愛の中で、まこさんもあゆ巻き下ろしのイメージが強い。そう、いやー、かわいい。いやー、かわいい。はい、こちらの MC はゆいりさん、じゅりさん、まこさん、ななさん、渋谷なぎささん、こみさん。いやー、こみさん似合う、この衣装、かわいい、かわいい。ほんと可愛いしか言ってない、ごめんね。実況になってないっていう、全然可愛いしか言わなくて。そう、夢めしな、懐かしいな。あ、まこさん、可愛い。そう、夢めしなね、何年前だ、やってたの。いや、いつだろう。あ、なんかそう、チーム B なのに千秋楽まで出演させていただきまして、え、すごい、もうなんかチーム4をお世話になりました。もう本当にお世話になりました、今。そう、コミさんの前髪が眉毛より上にあって、かわいい、かわいい、かわいいっていっぱい言っちゃう。なぎささん、面白い。いかわいい。なぎささん、ほんとに面白い。いや、
ゆで卵エピソード話してます今チュリさん。マコさんすぐマコさんね髪の毛にね10粒ぐらいねつけてたって面白い。なぎささんがなんかすっごい可愛いくニコニコしたお顔で結構なね言葉を入れてくるじゃないですか。個人的に面白いです、すごい面白い。ですよね。MC 面白い。面白い。あ、チーム B 来るかな？次だよね、絶対。いや、来るよみんな。愛の出番。髪長かった頃、ポニーテールか。研究生だよね、まだ。違う？かな。どうだったっけ。多分。あ、違う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 。ツインテールだ、昇格してからのだからツインテールだ。ツインテールしてますね。うん、してるよね。うん、してます。かわいい、この衣装かわいかった。そう、なんかここら辺にああいう大きいリボンつけてる。そう、その髪飾りがすっごいかわいくて、え、ほんと映ってほしい、見せたい。え、ほんとみんな、あゆが映ったらもう一回止めてでもいいから見てみて。ほんとかわいい、髪飾りがかわいい、衣装もかわいいし、そう、早く見てほしい見てほしいっていう、かわいい。あ、そう、なぎさんがつけてるやつみたいなやつ。あ、来るんじゃない？あ、来ない？あ、あ、来た。あ、あ、あ、今一瞬見合えたかな、一瞬で。いやー、この衣装ほんと可愛かった。そう、薄い水色みたいな色かな、要は。いやー、可愛い、 B らしいよね、衣装が B って感じ。なんだろう、 A でも K でも4でも8と3でもないみたいな。そうそう、 B って感じの衣装。そう、なんかあゆも最初はなんかあのなこちゃんとかがさつけてるような、なんて言うんだろう、わかります？本当にザメイドさんみたいなやつだったんですよ。そう、多分なこちゃんと一緒の形だったと思うんですけど、そう、あゆの形、頭の形的にそうこっちにしてもらえて、そうこれになったんですよ。かわいい、かわいい、ほんとか。映るかな、また。あ、映って、遠目に、あ、ここで見える、見えて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 る。なんかキティちゃんみたいになってるんですけど、ああいう簡単に言ったらすごい簡単に言ったらキティちゃんみたいになってます。そう、あ、まゆさん会いたい。いやー、ラブジャンプです。ラーラーラー、もう今絶対踊れないな、これ練習しないと。ラー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 、ダダダダ
ダダディ出かけたダダダダダ。まあゆうきりんさんかわいいな。まあドレーヌ会またやりたい3人で。うん、あれなっちさん、せいちゃん、レナッチさんかわいい、もうみんなかわいいの。 B も萌えきゅんとなぎささん、まきちゃんとなこちゃん。いやなこちゃんも会いたいな、まきちゃんも会いたい。あー見える見える見える、ほら見える見える見えるっていう。あ、ここなんとかわいい、これなんかこれたじゃん、はい、じゃん、たたでで。これ難しかった、フリーなんか何気に難しかった。うん、気を見せてたてでどじゃん、はい、じゃん、はいはい、はい、たたでたた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 た。全然覚えてないダンス。ちゃん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 ちゃ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 。難しかった、いっぱい練習した、これ本当に何気にいっぱい練習しました。はい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 。でてちゃにとんだだ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 だ。あーもうもう全然覚えてない、ほんとに覚えてない。 B、 いや懐かしいな、なんかほんとに。ラララララ今思ったんだけど、身長なんか高い方だね意外と意外と身長大きくない、思った以上、思ったよりも今最後ので勝手に思った。そんな感じで B の MC はマッチャとレナッチさんとマユさんとユキリンさんとナコちゃんとセイちゃんです。はい、いやーショートカットだ、ユキリンさんもマユさんもかわいい、あかわいい、美しい、うん、うん、まゆさんの MC 好きだった、本当にまゆさんがなんか喋ってゆきりんさんがちょっと突っ込むみたいな MC も個人的に大好きだった。そうかわいい、なこちゃん、うん、かわいいなこちゃん。まーちゃんに面白い。おったまげだってかわいい、うん、うん、12人しか
しかいなかったんだ B って。少ない。え、少なかったね。すごい少なかったんだ。そんなに、そんなだったんっけ。でもそうだよね、なんかもう時々チーム B よりも助っ人の方の方が多かった時ありましたもん。本当にそう、多かった時あった。同じ時もありました。88時もありましたね。そう、いやー、レナッチさん、あー、レナッチさん加藤面白い、本当に B も面白いな。チーム K、 次 K、 K は何ですかね。さあ、何だろう。絶対かっこいいよ、もう。あ、この衣装すごいよね。タノさんすっごい似合ってるって思いました、本当に。ね、タノさん似合う。あと、いつもこの曲始まるとなんかサスペンスドラマが始まりそうだなってすごい思うの。え、わかりません？わかる方いないかな。伝わってほしい。そう、サスペンスドラマのテーマソングじゃなくて、なんて言うんですかね、そういう音楽って思うのは、言うドラマっていつも思う。え、ほんと楽しそう、似合う、かっこいい。いやー、もぎさん、いやー、やんさん、え、わかりません、ほんとに。そう、あら、さとちゃん、あ、ひななさん、そう、いや、いやー、すごい難しそう。いやー、すごいなー。いやー、綺麗。なんかほんとダンスですね。 K だからこそ、 K だからこそできる曲ね。いや、ほんと K もアイスケットに出演させていただいたんですよ。2、3回出演させていただきまして、いや、もうすごい、もう、うん、緊張しました。なんか違う、あの、皆さん優しいんですよ、本当に。もう皆さん優しかったんですけど、あの、なんて言うんだろう、もうダンスのチームじゃないですか。だからこそすごい緊張しました。チーム系公演、いやー、すごい、あ、すごいすごいすごい、あー、みよんちゃん、いや、すごいなー、大人大人って。さあ、もう一曲なんだろうね。もう一曲なんだったっけ。あ、あれだ、転がる石になれだ。いやー、あ、すごいすごい、転がる石になれ、個人的に好き好きっていう曲いっぱいある、本当に。そう、なたでりたいているのだろう、人に気づかれないだろ。これを初めてやったのは小朝さん公演で初めてやって、愛は転がる石になれ、そうやって、すごいね、
楽しかった。そう、この風をなくして壁は無関心変えるしかないよ。転がる石になれ、自分のマイルドで動けよ。あすぐあアーミーさん、時代を変えろ、転がる石になれ、ゆひるその場に立ち止まるだよ。ふん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 、秘めた情熱よ。こっちか。そう、すごい。そう、チーム K でやるとき K じゃないですか。でも AKB4 とかなんかいっぱいいると AKB になるじゃないですか。そう、 AKB ってやってるのかな。そう、 AKB だっていつもね難しい、 AKB だと。そう、 K とか B だとかは簡単だけど、そう、こっちだったかな、 K、 K こっちかこっちどっちだったかな、まあどっちかだったんですけど、すごい難しかった。そう、 AKB はそう、はい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 、ミーハーズチーム系。はい、いやーかっこよい、チーム系かっこいい。さあこの MC はたのさんとさとちゃんとみおちゃんとみねぎさんともぎさんとトムさんですね。はい、いやー大人っぽい衣装もで、これもチーム系じゃないとですよね。 B が着てたらなんかちょっと違うし、4もちょっとね違うし、で A もちょっと違うし、 A と3も違うし、だから K って感じね。そう、全部なんかチームにやっぱすごい合ってるね。かっこいいなぁ、かっこいいなぁ、もうかっこいいかかわいいとかしか言ってない、ほんとに同じことしか言ってない。今は MC 中ですね。いやぁすごい、ほんとにね、皆さんにもお見せしたいところですよ、ほんとに全部。いやぁえー、長者になってる峯岸さん、すごい。そうね、そう、この時みーおんちゃんが K にいらっしゃって、すごい、そうみーおんちゃんすごい、初めて出演させていただいた時とかもすごい優しくて、そう、優しかった。佐藤が喋ってますね今。ほんとたのさんに言う、顔似合う。似合う、うん、すーごいかわいい、面白い、チーム系も。
峯岸さん似合うなこの衣装。峯岸さんも似合う、すごいかっこいい、かっこいいってほんといっぱい言っちゃう。チーム K はもうかっこいいがいっぱい出てきちゃう。携帯ケースが映っちゃった携帯ケース。いやあ、チーム A が来ますよ。チーム A、 A、 A は何ですかね。え、何だったっけ、何だっけ、ああれ、ラベンダーフィールドとかかな、違うかな、あ違うね、あ違う、違うかな、どうだろう。え、くるみだ、くるみ、くるみすごい、この衣装好きだった。そう、これはそう、あのチーム A 公演の衣装な、制服みたいな中に着てる衣装なんですけど、そうそうそう、2曲目からこれだったかな確か、あ違うかな、そうでもそうそうそう、オープニングのそう最初の次に、最初の次に出てくる衣装で出てくるだってるのかな、そうこれ可愛かった。あ、ひいわたん、ひいわたん、いや、ミルさん、チヨさんだ。チーム A 公演も楽しかったな、助っ人で出演させていただいた時。楽しかった。もうひいわたんが細いすぎて、もうガリちゃんズ思い出した。エリーとひいわたんの、メグさんかっこいい、あミルさんもかっこいい、いやー、大家さん、あなっちゃん、なんかさ、僕の夏が始まる公演とはまた違うよね。大人なメンバーさんが多いから、やっぱりその分なんて言うんだ、かっこよさが出るって言いますか、そうマシマシになる、やっぱりマシマシですよ本当に。いやー、なんだっけこの次、合ってるかな、あの曲かな、愛が言った曲かな、どうだろう、違うかな、違うか、さすがに、あそうだ、ラベンダーフィールドだ、好き、このこの衣装の流れ好き。一着目も好きなんですけど、 MT 公演のこの、でも MT 公演の全部衣装好きなんですよね個人的に全部好きっていう、だからもう透けて出てた時幸せすぎて、全部好みすぎて、そう可愛かった。そう、パルルさんの衣装を着させていただくことが多くて、え、すごい、もうパルルさん大好きだからすっごい幸せすぎました。そうそうだね、最初から最後まで基本パルルさんを着させていただいていたので、え、もう本当に嬉しかった、幸せだと思いました。そう、いや、メオさん、なっちゃん会いたいな、なっちゃん、ゆいちゃんかわいい。ポジションはちなみにゆいちゃんのところやってました、あゆ。そう、どうだった、あの日より少しだけ、確かに今チーム B 多いんですよ。そう、チーム A からね、たくさん来てくださって嬉しい。拒絶したつぼみだね、
見失った季節に成長したんだ。今なら君をきっと守れる。さくらさん、さくらさんとその MT 公演の千秋楽指定させていただいたんですけど、初めてその千秋楽でツーショット撮っていただけてすごい嬉しかった。そう、嬉しすぎました。そう、初めて多分お会いしたことはまああるんですけど、あのそうお会いはあるけど、なんでね、ちゃんとお会いをしたことが初めてだったので、そう一対一でちゃんとお話しして お話というか写真撮ってくださいって言って写真撮ってもらったのが初めてすぎてすごい緊張しました。そう、緊張。そう、 MT の1曲目も好き、本当に。そう、かわいい、あれ今日ずしたつぼみだね、見失った季節に成長したんだ。今なら君をきっと守れる。ほんとね、そう、優しかった先輩の皆さん。なんかそうですね、そう、なっちゃんが結構一緒にいてくださることが多くて、そうゆかるんさんとかいろんな方といらっしゃったんですけど、なっちゃんもいっぱい一緒にいてくださって、なっちゃんをきっかけにそのみゃおさんだったりちよさんだったりしーちゃんしーちゃんともお話ができまして、そう、すごい嬉しかったですね。はい、ちなみにチーム A の MC のメンバーは横山さん、みゃおさん、めぐさん、みるさん、さくらさん、あんにんさんです。はい、かわいい、この衣装ラベンダーカラー、かわいい。なあ、いやー、おめでとうございます。いやー、すごい、一緒の誕生日。うんうんうんって自分が言っちゃってみんなに話して、そう、横山さんの誕生日のお祝いをしております。今みおさんのポニーテールかわいい。おおって本当見てない方、何が何なんだろうって絶対なってるよね。なってるよね。そう、おおってなっちゃったりして。おめでとうございます。そう、だから明日は横山さんのお誕生日。めぐさん、めぐさん、可愛いって言ったかっていうと、横山さんと手つないでたり、みょうさんとあんにんさんにギュッてしてもらって、そう、もらったっていうエピソードが可愛すぎて、
かわいい。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 すごい。かわいい。ミルさんもさくらさんも。いやー、ミルさん会いたいな。そう、ミルさんいつも会うとかわいいかわいい言ってくださって、たくさん褒めてくださるんですよ。本当に大好き、会いたいです、ミルさん。そう、ツイッターのミルさんのお誕生日の時に、そう、今度ご飯行きたいですって書いたら、そう、行こうって言ってくれて嬉しいと思って、でも連絡先知らなくて。だからいつかね、お会いする機会がね、そう、今後いつになるか分かんないけど、あったらその時にね、そう、交換できたらいいなって思います。そう、でも本当にミルさん、本当にいつも褒めてくれて、可愛がってくださって、すごい優しいんです。本当に大好き、会いたい。会いたいで、このこのポーズで今言ってた、ずっとお願いポーズ。はい、あれ、これどこにいたかな、どこにいるんだろう、これ、あゆどこだったかな、自分がどこ行ったかあんま覚えてない、花道だったかな、どこだろう。あー、横山さんがなっちゃいそう。あ、待って、間違えて消しちゃった、画面間違えて消しちゃった、途中からになるかな、ちゃんと。待って、今ダウンロードしてる、もう一回。待って、お願い、途中で。あ、よかった、途中だ、よかった。あー、横山さん、次が最後の曲ですね。はい。いや、最後の曲早いかったね、意外とすぐあっという間に終わってしまいましたね。いや、早いな。ダッチャ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 、桜の花びらたちです、最後の曲。あれ、どこいるんだろう、これな、どこだったかな。あ、後ろの方だ、これ花道使ってないやつですね。なので多分ね、そんな映らないかなとは思います、これ最後。でもすごい、なんかこれが終電公演のさ、なんて言うんだろう、見どころの一つですよね、この最後の曲の桜の花びらたちって。すごい、みんなで歌うからこそのね、すごい見どころ。
桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と勇気をくれるわ。桜の花びらたちが咲く頃、どっかで消えるかがきっと祈ってる。愛ちゃんを探せって、愛ちゃんはもうどこいるか分かりました。思い出しましたよ。そう、自分でも思い出したそう、チャ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 ンチャチャチャーン、全体して、あ、花道でしたね、間違花道だと違った、違うところを見てた花道だよ、花道でした、今映りましたね、ごめんなさい、間違えない全然思い出してなかった思い出したね、でもあゆなんか毎年ほんと花道にいる気がする、去年のそう周年公演も花道だったし、多分13周年の時も花道だったと思う、多分そうだから多分この12周年の時からずっと花道だと思う、そう11周年はあの後ろの方にいましたね、そう11周年と混ざってましたね、これは花道でした、バリバリな花道でした、ね、バリバリな、お手手を振ろう、花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。私たちに明日の自由と。あいね、何かの衣装の時に、そうこの周年公演のいつだったかな、いつか忘れちゃったんだけどね、その桜の花びらが降ってくるじゃないですか、いつも。そう、それでそう、ほんと何かの衣装の時に、衣装にすごい、そう桜の花びらたち、花びらがそう、なんていうんですかね、いっぱい隠れ潜んでいまして、そうでもなんか、そうそうそう、いっぱい衣装からお洋服に着替える時に、ああまた桜の花びら、あ桜の花びらみたいな、そう桜の花びらをいっぱい、そう身につけてました、ずっと。血がさらはら、思い出のその分だけ美しく、手を振ろう。いやー終わっちゃう、そっか組閣の中ないんだ、そうな、いやじゃあもうこれで終わりかってことは、え早いね、そうだね、あともう10分もない、7分ぐらいでおしまいですね、いや綺麗、ヨンデマさんってすごいな、すごい、うん、あ終わっちゃう、かわいい横山さん、そうだよね、このそうだよね、この日だもんね、組閣あったの、いやそうだよね、これで組閣あってからの、そうやね、チーム変わって、そうか
うん。かわいい。横山さんの頭にお花がくっついててかわいい。終わりましたね、終わっちゃった。早い早い。商売上手2000円でもさ、そうだよね。でもさ、みんな写ってるからね、いい写真ですよ。もうこれはそう、みんな写ってだから、そうだそうだ、組閣だこれが。あ、終わった。終わりましたね。終わったかな、まだかな。あとはオンデマコメントですね。はい、以上12周年公演の実況配信。ほんとかわいいしか言ってないんですけど、ほんとにかわいいし、かっこいいし、そう、もうすごいすごいですよ、ほんとにすごいですよっていうね、すごい、ほんとにそう、素敵ね、素敵ですね、本当に。いやー、すごい、ちょっと画面暗い気がする。なんかね、画面が自然と暗くなってた。なんでだろう。まあいいか、よくはないけど、まあ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 、いやすごいな。そう、いやー、このまま本当は11周年も行きたいところなんですが、一旦おしまいにしてちょっとしてから11周年公演見て、なんかさ、明日さ、どのくらい配信ができるかが分かんないからさ、今日13周年の前半も見ちゃおうかなって思ったんですよ。だからもしかしたらあと2回配信するかもしれない、2回配信、うん、するかもしれない、するか、まあ1回で終わる、うん、1回の、まあ、11周年の方だけ見て、明日13周年と14周年にするか、ちょっとどうするかちょっとまだわからないんですけど、そうですね、まあ、このあと11周年公演も見たいと思います。一旦おしまいにして、また後で、はい、見たいと思います。すごい、なんか懐かしい気持ちになりました。やっぱりさ、そう、もう今この12周年の時とはまたね、そう、卒業されてるメンバーさんもいらっしゃったり、逆に新しく入ってきてね、くださってるメンバーさんもいらっしゃるっていう、なんかね、からなんか本当にね、懐かしい気持ちになりました。あるいは多分皆さんも見てて、多分懐かしい気持ちになったかなって思う、本当に。そしてもう本当にね、いやーすごかった。どうでした皆さん、皆さんも見てたかな、12周年公演どうだろう。見てました、でもね、そう、見てた方もいらっしゃるから、いやーすごい。全体的に髪が黒いと思った。確かに黒かったね、確かに確かに、みんな黒、みんな黒、黒というか茶色というか、確かに、いやーそうだね、いやーすごい。そしてアイは絶対もうラブジャンプを覚えていないなって思いました個人的な意見。そう、指捨てファンタジーは何かとやることが あってじゃないですか、まあコンサートとかツアーとか、まあいろいろとイベントごとでとかもあったけど、ラブジャンプって多分これ以降やってなくて、多分そう、この周年公演以降やってないので、意外ともうもしかしたらね、そう、これがで、この今後ね、またやることがあったら嬉しいんですけどね。
なかったらもうこれが最初で最後かもしれないっていう、そうそうそうっていうね。そう、そしてあゆもツインテールをしてたり、前髪分けてましたね。しかもそう、前も今でも前髪分けるしパッツンもするしみたいな感じで、まあ、日々違う髪型をしておりますね、前髪含めいやー懐かしかった。あの衣装かわいい、かわいいな、本当にかわいい。なんかそう、あとは卒業されてしまったメンバーさんにやっぱり会いたいなっていう気持ちにもなりました。すごいなりましたね、はい、そうなりました。あとはやっぱり兼任、この時は兼任の方もいらっしゃったじゃないですか、その違うグループからの。今もそのエイトさんが兼任してくださっていらっしゃるけど、この時はグループを超えての兼任ということでね、そうなんだろうね、いろいろと、そうそう、すごいいろんなことを知れたね、グループチームだったのかなって思います。そんな感じではい、だんだん暗くなってきたよね画面も。そんな感じで一旦ここのこの12周年公演の配信は一旦おしまいにしたいと思います。またこの後どのくらいかな、5時半前ぐらいから多分、5時半、まあ5時半前後ぐらいからきっとやります。11周年公演のそうやつ、あ、もしかしたら6時とかになるかもしれないけど、まあ夕方頃にやります。そう、5時からまあ6時半のどこかで始めるので、ぜひ見に来てくださったら嬉しいです。じゃあランキング発表をしたいと思います。13位かやのさんありがとうございます。12位あいとさんありがとうございます。11位くらがぎんしょうさんありがとうございます。10位ひろさんありがとうございます。9位スターフラッシュさんありがとうございます。8位ひろさんありがとうございます。7位ひびきちゃんありがとうございます。6位ひでさんありがとうございます。5位石井哲司さんありがとうございます。4位あやぽんさんありがとうございます。3位くらあきさんありがとうございます。2位孫悟空さんありがとうございます。1位かもんさんありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。ちょっと画面すごい暗くて、明るくしようかどうしようか今迷ってるんですけど、そうランキング変わったらちょっと申し訳なさすぎたので、ちょっと明るくできずにちょっと暗いんですが、本当にありがとうございます。コメントとか星とかギフトなどもありがとうございました。またじゃあ後で会いましょう。はい、ありがとうございました。バイバイ、またねー、バイバーイ。